追善供養の日、関白道高公は4月10日に薨去されたので、皇后さまは毎月10日に法事をしておられましたが、半周期にあたる9月10日には式の御曹司でなさいました。供養や天上人が大勢参列しましたが、聖判立師の説教が大層身に染みたので、それほど物に感じない若い人々まで涙を流しました。法事が済んだ後の宴会でお酒を飲んだり詩を吟じたりした時です。当の中将の忠信が、月は秋と御して身伊豆国かさるという句を浪吟しました。これは菅原文時が建徳公の追善供養の時作った詩で、金国花に酔うのち、花は春ごとに匂いて主は帰らず、南楼月をもてあそぶの人、月は秋と御して身伊豆国かさるというのです。春ごとに花は咲き、秋ごとに月は照るが、それを称した人はひとたび死ねば帰ることはないという意味です。なんという折にふさわしい詩でしょうか。清少納言が黙ってこれを聞き過ごすはずはありません。のぼせたように頬をほてらせ、人の群れをかき分けて皇后さまの御座所に参りました。すると皇后さまの方も立ち上がってこられ、素晴らしいのね、まったく今日のために作ってあった詩のようじゃないのとおっしゃいます。私もそれを申し上げるために見物もやめて上がったのでございます。やはり中将様は素晴らしい方でございますわ。特にあなたはそう思うでしょうね。皇后様はそうおっしゃってにっこりなさるのでした。清少納言と忠信とは親しいお友達でした。ことに忠信は清少納言の顔さえ見れば、なぜもっと親しくしてくださらないのです。まさか憎んでおられるはずはないのに、妙ですね。こんなに長年交際しているのに、いつまでもよそよそしくしているなんて。今に私がクロードの塔をやめて毎日会えなくなったら、何を思い出の種にする気ですか、などというのです。ごもっともですわ。結婚するのは別に難しいことでもありませんけれど、そうなってしまったらあなたをお褒めできないのが残念なのです。皇后様の御前などでもまるで役目のようにいつもお褒めしていますのに、結婚したらそれもできませんよ。まあそんなことをおっしゃらずに、ただ親しくしてくださいね。決まり悪くて言いたいことも言えなくなりますもの。なぜですか。夫にすれば余計褒めることが多いですよ。そういうことが好きな私なら別ですよ。男の人でも女の人でも、身近な人をひいきして人がちょっとでも悪く言うと怒ったりするのが私は嫌いなんですもの。清少納言がはっきりこう言いますと、忠信は頼もしくないですなと苦笑しています。清少納言のこういう心持ちは忠信にはよくわからなかったかもしれません。清少納言が優れた男性を見つめる眼は、結婚などをはるかに超えた高い世界に向けられていたのでしょう。そうしてその眼の行方を本当に理解することができたのは、ただ一人定子皇后様だけだったのでしょう。岩清水美幸、同じ聖徳元年の10月21日に一条天皇は岩清水八幡宮に御参詣になりました。その明くる日、観光の折のことです。天皇のご聖母の東三条女院もその行列を見物しておられました。帝は女院の桟敷の前をご通過の時は、わざわざ乗り物をお止めになってご挨拶をなさいました。清少納言はそれを拝見していてひどく心を打たれました。涙が後から後からこぼれ、せっかくのお化粧がみんな落ちてしまうのも忘れるほどでした。ご挨拶のお使いは忠信の中将が受けたまわりました。中将はきらびやかに着飾った随人4人とすっきりした従者だけをお供に連れて、
広々と履き清めた。二女房の王子を俊兵に鞭を当てて颯爽とかけて行きました。そうして少し離れたところで馬を降りると、女院のお席に近い御簾の前にかしこまりました。その様子の立派なことといったらありません。ご返事をいただくと、忠信はまた帝のいらっしゃるところに馬を走らせ、みこしのそばで掃除をするのでした。その様子を清少納言はじめ誰も彼も感激して見物しています。ご厚心深い帝のご通過をお見送りになる女院の喜びはどんなでしょう。普通の人でも立派な子を持っているのは良いものですのに、女院の場合はそれが特別です。清少納言はお心の中をお察しするのさえもったいなくて、いつまでも涙が止まらず、お友達に笑われてしまうほどでした。勾配と悪配。その明くる年、長徳2年の初めには、前に述べたように、これちか高家兄弟の大事件が起こりました。それで皇后様は2月の25日にご自分の御殿である梅壺を出られて、四季の御曹司にお移りになったのでした。清少納言はこの時珍しくお供をしないで梅壺に残っておりました。明くる日、当の中将の忠信から次のようなことづてがありました。昨晩鞍馬寺にもう出たが、今夜は方角が悪いので帰らずに他へ行く。明朝未明には帰るつもりだ。ぜひ話したいことがあるから、つぼねの戸をあまり叩かずに済むようにして待っていてくれ。ところがその夜になって、なぜ一人でつぼねにいるのです、こちらへ来ておやすみなさい、と三串茂殿がお呼びになるので、清少納言はそちらへ参りました。明くる日遅く起きてつぼねに下がりますと、留守番の女がこんなことを言うのです。ゆうべひどく戸を叩く方がございまして、やっと起きて行きますと上の壺根に行かれたのか、では後で伝えてくれと言われました。お取り次ぎしてもとても大きにはなるまいと思いまして、そのまま寝てしまいました。清少納言はそれを聞いて、まあなんて気の利かないことだろうと思っているところへ、突然宮中の下役人が参りました。忠信中将様のおことづてです。ただいま宮中から退出するのだが、あなたに話したいことがあると、こう申されます。清少納言は、用事がありまして上の壺根へ参ります。そちらでお目にかかりましょう。と返事をしました。自分の部屋では、もし不意にお明けになっても困ると思ったのです。梅壺の東のお部屋の戸を開けて、どうぞ、と言うと、忠信中将はしずしずと歩いてきます。綾織の直しが実に華やかで、裏の色艶なども素晴らしい上に、ねび染めの濃い差し抜きには藤の枝の模様をきれいに織り出してあります。紅の絹の色や艶も輝くような感じで、下には白や薄紫の絹が何枚も重ねられています。縁が狭いので腰掛けたまますだれのそばに酔っている様子は、本当に絵に描いたり物語に褒めてある人そのままです。お庭の梅は西側が白梅、東側が紅梅で、少し散り形ですが、やはり美しく、日がうらうらとのどかに照って誰かに見せたいくらいです。こういう御殿の御簾の中に、もしや若々しい女房などが髪も立派でふさふさと肩にかかっているといった姿でお返事などしたならば、どんなに趣も深いでしょう。自分たちのように盛りを過ぎたおばあさんが、髪などもかつらのせいかところどころバラバラになり、ちょうど関白の喪中なので重ねの色目もはっきりしない、ネズミ色の喪服ばかりを着て何の見栄えもしない上に、皇后様もお留守なのでももつけない普段の姿でいたのは、全く興ざめで惜しいことだと、清少納言はつくづく恥ずかしくも悔しくも思うのでした。忠信の中将は、これから四季へ行く、
おことづてはありませんか、あなたはいつ行かれるのです、などと尋ね、それにしても夕べは夜も明けないうちだったが、それでも予告してあるのだから待っていてくれるだろうと思って、月の明るい下を西の京からやってきて壺根の戸をたたいたのに、寝ぼけてやっと起きてきた人の顔や返事と言ったらまあ、と笑って言うのです。実際うんざりしてしまったな。なぜあんな人を留守番に置いたのです。清少納言も本当にその通りだとおかしくも気の毒にも思うのでした。しばらくして忠信の中将は帰って行きました。その立派な後ろ姿を見送りながら、清少納言はもし外で見る人があれば、御簾の中にどんなに美しい女性がいるかと思うだろう。反対に奥の方から誰かが自分の後ろ姿を見たら、まさか外にそれほどの素晴らしい男性がいようとは想像もしまいと心ひそかに思うのでした。河原に松はありつや。さてその夕暮れに清少納言も式へ参りました。皇后様のおそばには女房たちが大勢集まり、天上人なども加わって物語の批評をしていました。うつぼ物語の涼しと中田だとどちらが優れているかについて皇后様もご意見をお出しになりました。まずこれはどうです、早速審判してください。中田だの老いたちの卑しいことを皇后様は主張なさるのですよ、と一人の女房が言いました。清少納言は、そんなことがあるものですか、涼しは天人が甘くなるほどおことがうまかっただけでごくつまらない人です。一体中田だのように帝の姫宮をいただいたりしましたか。それを聞くと中田だびいきの人たちはたちまち得意になって、それご覧なさい、などと申します。すると皇后様が清少納言に向かっておっしゃいました。そんなことより昼間忠信が来たのをもしあなたが見たらどんなに大騒ぎするかと思いましたよ。女房たちも本当にいつもよりもっと素晴らしいございましたと褒めます。清少納言ははっと気がついて、実は私は真っ先にそのことを申し上げるつもりで参りましたのに、物語のことに取り紛れてしまいまして。と言って先ほどのことをこまごまとお話ししました。女房たちは、まあ、私たちもみんな見たのですけれど、あなたのようにそんなに縫った糸や針目まで見通しはしなかったわ。と笑いました。そうしてこんなことを話してくれました。それは忠信が西の京のひどい荒れ方、誰かと一緒に見たらさぞしみじみするだろうと思いましたよ。垣根なども皆古びて苔まで生えてね。と語った時、女房の最小の君が、河原に松がありましたか、と応じたのです。忠信はそれを大変褒めて、西の方、都門を去ること、幾幕の地蔵、実に見事に口ずさんだというのです。この句は白楽天の詩に水花来たらずしていくつき久しく、柿に衣あり河原に松あり、我が君在位すでに五歳、なんぞひとたびその中に見ゆきせざる西の方友をも去ること幾幕の地蔵というのがあって、最小の君も忠信もそれによって問答し合ったわけなのです。30の5、忠信が宰相になるという評判が立ちました。宰相というお役は参議ともいい、大臣や納言に次ぐ重い官職です。そうなれば当の中将の時のように皇后様好きの女房などはめったに面会もできなくなります。そこで清少納言は帝に申し上げました。あの方は詩吟が大変お上手でございますのに、小会計の小病を過ぎにし、などの句もこれからは誰が吟じますかしら。もうしばらくは宰相となりませんように、残念でございますもの。帝はこれを聞かれて大変お笑いになり、
清少納言がそう言うからと言って宰相にするのをやめようかね」と仰せられました。小会計の小病をというのは大江の朝綱が作った法友の女という詩の句で、個人を尊敬して交わりを結んだ人のことを述べています。忠信はこの詩の浪人が特別上手だったのでしょう。しかしその年の4月の任官式には忠信はやはり宰相になりました。信方の中将だけは忠信に引けを取らないつもりで、その後もよく遊びに来ます。ある時清少納言は忠信のことを話題にしてこう言いました。あの方は未だ山中の碁に及ばずという詩を誰も真似られないほど上手にお吟じでしたよ。これは源房明という人の詩の句で、中国のある賢人は30歳前に白髪を見たが、自分はそれより遅れたことが嬉しいと述べたものです。信方は早速、私だってそれに負けるものですか、もっとうまくやりますよと得意そうに吟じてみせますが、清少納言は感心しません。全然似ていませんわ。あの方のお上手さといったら、それはもう三十の五というところなど、なんと素晴らしかったでしょう。というので信方はひどく残念があります。ある日のことです。清少納言は壺根の外でこの詩を忠信そっくりの声で吟ずる人があります。不思議に思って、まあどなたですと聞くと、信方が顔を出して、素晴らしい知らせですよ。実は昨日のことですがね、お役所に出勤している時に宰相を訪問しましてね、訳を話してぜひ教えてくださいと頼み込み、まずはこのように上手になったというわけですよ。あなたが私と気づかずに、どなたですかと優しい声でお聞きになったなんて、実に嬉しいですな。信方のこの熱心さには清少納言もすっかり感心してしまいました。その後には三十の五の詩さえ吟じれば、信方とも会って話をすることに決めたのです。信方も、これもひとえに宰相のおかげですな、そちらに向かって拝みましょうと言ったりします。清少納言は人に会いたくない時には壺根にいてもよく上におりますと言わせてイルスを使うのですが、信方がこの詩を吟ずる時だけは、実はおりましたと言い直しをして出てくるのです。その後宮中の物意味の日に信方からこんなことを書いてよこしました。訪問いたしたいと思いますが、御物意味が続きますので失礼します。それにしても三十の五に及ばずはいかがです。そこで清少納言は次のように返事を書きました。あなたはもう30歳を過ぎでしょう。ちょうど守売神が妻を訓戒した年頃でしょうね。守売神は中国の謙信の名ですが、はじめ妻が貧乏を嫌って去ろうとした時、自分は50になったら風紀になる、今は40歳だからもう少し我慢せよと訓戒したと伝えられています。信方はその返事を見て、また任されたと思い、そのことを帝にも申し上げました。帝は皇后様のお部屋にお見えになって、清少納言をお褒めになり、どうしてそんなことまで知っていたのかね。守売神は39の年にそう妻を訓戒したというわけで、信方は全く参りましたとこぼしていたぞ、と仰せになるのでした。